バララーマと戦うジャラーサンダ。1810年頃。ジャラーサンダを征服して、都に遊兵した。このためジャラーサンダはクルコ国のパーアンダバゴ王子の、障害となり、ビシュヌ人の化身であるクリシュナが率いるプリシュニ族を、長年にわたって悩ませたと伝えられている。ジャラーサンダの誕生。二つの半身を接合する、羅ン女ジャラー。ジャラーサンダの誕生については、 不思議なエピソードが語られている。父ブリハドラタは、カーシー国の双子の王女と結婚していたが、彼らの間には、子供が生まれなかった。そのためブリハドラタは長い間、子供を得ようとあらゆる手を尽くしたが、とろに終わった。ある時、ガウタマ・カークシーバットの息子である聖戦、チャンダ・カウシカが、マガダ国を訪れた。ブリハドラタは、聖戦をもてなして、大いに満足させた。 聖戦が返礼として、恩蝶を与えることを申し出ると、王は子供を得ることに絶望した胸の内を聖戦に、話した。王の言葉に心を動かされた、チャンダカウシカは、マンゴーの木の下に座り、瞑想した。すると、枝から、マンゴーの実が、聖戦の膝の上に落ちた。聖戦はその果実を、かじぎ通し、無ハドラダに授けて、妻に食べさせるよう言った。王は、 マンゴーの実を持ち帰り、言われた通りに二人の妻に与えた。彼女たちがマンゴーを二つに切り分けて食べると、王の子供を妊娠した。ところが二人の妻がから生まれてきた子供は、どちらも半分の体しか持っていなかった。彼女たちは驚き、深い悲しみに包まれた。彼女たちはウバに頼んで赤子を四つ辻に捨てた。そこに、ジャラーという羅刹女が通りかかった。 ジャラーは喰らうために赤子たちを拾ったが運びやすくなると考えて赤子の体を接合した。すると半身の赤子たちは意向に満ちた一人の赤子になった。ジャラーは驚き、すさまじい声で泣く子供を持ち帰ることができなかった。そして泣き声を聞きつけたブリファドラタと二人の妻が高級から出てくると赤子を持ち去ることを止め王と妻たちに返した。王は 赤子が、ジャラーによって接合されたので、ジャラーサンダと名付けた。紀元前6世紀頃の勢力図。マガダ国王ジャラーサンダは、ガンジス川中流域から西方へと勢力を拡大したと伝えられている。父の王位を継承したジャラーサンダは、王国を強大な国へと成長させ、サムラージの地位に就いた。ジャラーサンダは、インドの中部地域を支配することで、育種バークオー ガツ種族、王者族など広範囲に広がる王族を罹患させると、共に祭祀によって芝神を満足させ、その力によって小王族を征服し、その度に捕らえた王たちをマガダ国に連れ帰り、人質として遊兵した。さらに小に財宝を与えて取り込み、大帝国を作り上げた。チェーリ国の王シシパーラ、カルーシャ国王バクラ、ハンサ、ディバカ、カラバ、 メーガバーハナといった強力な王たちがジャラーサンダを頼った。バガダッタ王はジャラーサンダに服従し、ヤバナ族を討伐した。マガダ国の東のプンドラ国王、バースデーバもジャラーサンダに協力的であった。ボージャ族であるビダルバ国王ビーシマカはジャラーサンダに忠実であり、パンディア、クラタ、カイシカを征服した。他方、北部の18のボウジャ族、 およびシューラセーナ国、バドラカーラ、ボーダ、シャールバ国、パタッチャラ、シュスタラ、スクッタ、クニンダ、クンティの王は、ジャラーサンダの手が届かない西方に逃げた。松屋国とサンニアスタパーダの王は、北方から南方に逃げ、パンチャーラ国のすべての王族は自国を放棄して、各地に逃げた。ジャラーサンダとビーマの戦い、ラビバルマが、 バーガバタプラーナの挿絵に描かれたジャラーサンダの死。ジャラーサンダは体を二つに引き裂かれて殺されている。マクラーの悪王ンサは、ジャラーサンダと隕石関係を結び、マガダ国の軍事力を背景に同族を迫害した。ジャラーサンダも、ハンサとディバカの二王と共にシ修ラ聖ナまで支配を拡大させた。しかしハンサとディバカが死ぬと、ジャラーサンダはシューラ羅聖ナから退却し、 この隙にクリシュナは旧敵であるカンサを殺害した。ところが、カンサが死ぬと、彼の二人の妻は、マガダ国に帰り、父であるジャラーサンダに、夫の復讐をしてほしいと訴えた。そこで、ジャラーサンダは、再び西方に進出すると、クリシュナは、マトラーを放棄して、再びライバタさんのズバーラカーに避難した。しかし、ハンサとディバカ、カンサの死は、クリシュナに、 ジャラーサンダ打倒の機運を与えることになった。後にパーンダバの長兄、ユディシュティラがラージャスや祭りを行い、サムラージとして即位することの是非をクリシュナに相談したとき、クリシュナはユディシュティラにサムラージとしての資質があることを認めたが、強大なジャラーサンダが生きている間は即位できないと指摘し、ジャラーサンダを排除しなければならないと告げた。そして、ハンサ、ディバカ、 監査の死んだ今が後期であるとして、アルジュナ、ビーマと共に、ジャラーサンダを撃つことを申し出た。三人は、修行像に変装して、マガダ国に入り、ジャラーサンダに越見した。クリシュナは、彼が王族たちを幽閉していることを非難し、ジャラーサンダを成敗して捕らわれた王族を救うために、やってきたことを告げ、自分たちと戦うか、あるいは王族を解放することを要求した。 ジャラーサンダは、クシャトリアとして決闘することを欲し,し、その相手に、ビーマを選んだ。二人は、自身の肉体を駆使して打ち合い、掴み合って戦った。死闘は13日間に及び、14日目の夜に、ビーマは、ジャラーサンダの体を持ち上げて振り回し、両腕で背骨を砕いた。バーガバタプラーナでは、ジャラーサンダに遊兵された王たちから救援の要請を、 受けたことが語られている。ジャラーサンダとビーマの戦いにつては、互角の戦いが27日間続き、28日目に、ビーマはクリシュナから助言を受け、ジャラーサンダをまたから引き裂き、生まれた時の二つの体に戻すことで殺したとしている。ありがとうございます。